自分たちで行う国づくり、はい、三政党の松田学です。今回はですね、太陽光発電あの大型のパネルが全国あちこち使われてまして、それが実は自然環境を破壊してるんじゃないかという問題意識が非常に強まってますね。まあ再生可能エネルギーの推進というのはもうもう一見ねもう正しいことだったということで、どんどんやるべきだという方向になっているんですが。 果たして自然環境まで破壊してやっていいのかどうかという問題意識があります。まあそういう観点からですね、今回お話ししたいのは自然公園法と太陽光発電施設に関する質問主書これを取り上げてみたいと思います。あの自然公園法というのはですね、あの自然公園のうちですね、えー、まああの環境大臣が国立公園とか国定公園なんかを指定したりするんですが、あのここで取り上げたのが釧路湿原なんです。釧路湿原というのは太陽光発電 施設の建設ラッシュがついているという問題がありまして、国が指定した特別の天然記念物である丹長とかで、ね、氷河期の依存種っていうか、まあ、あの残存している種って言いますかね、である北山椒魚といった数多くの貴重な動植物の生息地がこのキスクシを出現なんですね。厳重に保護されなければならないという場所なんですが、 太陽光発電の建設ラッシュということで、ま、釧路市内での太陽光発電所の大半がですね、え、この設置をするとどんな影響を与えるかという調査もされず、え、いろんな懸念を生じさせてるんじゃないかということで取り上げてるんですね。え、市街化調整区域っていうのがありますね。市街化区域と調整区域ってありますね。で、そこは基本的には開発が、この、調、規制されてるはずなんですけれども、太陽光発電施設は建築物とは見なされないんです。 建築物は見なされてないためにですね、出力4万キロワット以上の巨大メガソーラ以外は、いわゆる環境アセスメント、聞いたことがあると思いますが、環境影響評価の対象になってないんですね。このためですね、環境アセスメントの図書の縦覧とかですね、あるいは住民説明会などで、事前に国民が計画について知るということがなく、大規模な土地の改変が計画されたり実際たりしているという実態があります。 例えば鈴蘭、ね、釧路町太陽光発電所というのがありましてここには210万4000平方メートルの広大な敷地に30万2500枚もの太陽光パネルがです、ね、敷き詰められているとでさらにです、ね、釧路市内の釧路湿原国立公園の周辺では約400万平方メートルの巨大なメガソーラーの建設計画が水面下で進められているということが報道されているという状況があります。 あの絶滅危惧種にこれ、深刻な影響を与えるということで、政府はどういう問題意識で報じようとしてきているのか、これについて質問いたしましたまず1番目、この自然保護法って書いてあます自然公園法ですね、この背景には、ですね我が国の自然の風景地を保護すると、また生物の多様性を確保するということがあるんですが。 この趣旨に反する具体的な事例として政府はどんなものがあると想定しているかということで政府としてはこの自然保援法で基準を定めていてこれに適合しない太陽光発電施設の新築はこの趣旨に反するものであると考えていると。これは一応確認したということですね。一応この法律というものがあってそれに反するものは え、この、この法律の趣旨に反しないものと当たり前のことですけども。で、その次にこういう質問をしてみました。釧路市や釧路町の市街化調整区域はですね、自然環境の、まあ、いわゆる市街化調整区域として開発が抑制されてきたんですが、自然環境の維持、保全に努めるエリアと規定されています。しかしながら、太陽光発電所の無秩序な建設、これによってですね、 森林や草原、湿原などへの大規模開発が行われると、希少な動植物だけではなくですね、釧路湿原やその周辺の生態系全体、生態系全体に悪影響を及ぼす可能性があるんだということで、政府としては自然公園の生態系を守るために、具体的にどのような対策を検討しているんですかということを聞いていました。答えです。でこれまでガイイドラインなんかを定めて 自然公園法による許可に関する基準の運用方針を明確化するなどをしてきたんで、これ、引き続き、こういった今までの取り組みを進めて、さらなる対応については、今後、必要に応じて検討していく考えである。今回のこの質問の趣旨については、この時の答弁が多いんです。政府はこういう制度のもとで行動をやってきました。で、今後についてはですね、必要に応じてやってまいりますという答弁が多いんですね。これをどういうふうに見るかなんですが、一応ですね、 えー、必要によって検討すると、その当たり前のことで <laughs>、必要があれば検討するに決まってるんですね、そのために政府があるんで、だけど、そういうふうに言ったという、現地を取ったということは、政府がじゃあ、やるんですねということで、その方向性はですね政府が一応約束したことになってるんで、これを根拠に、ああの政府やってないんだったらあ、この間こういうこと言ってるんだから、ちゃんとやれということにはなるというぐらいの意味はあるんじゃないかと思いますね。 で、まあ、あの次に進みたいと思いますが、太陽光発電施設は建築基準法に基づく建築物ではないということは先ほども言いましたけれども、そのため開発規制の対象になってないことがですね、大規模な太陽光発電所の無秩序な建設につながっていると。まあ、政府としてはですね、自然公園周辺の生態系を守るために、建築基準法に太陽光発電所を追加すると、あるいは新たなルールを作ってやるべきではないかと。 えいうふうに聞きました。政府からの答えです。令和5年2月に脱炭素社会の実現に向けた電気供給体制の確立を図るための電気事業法等の一部を改正する法律案を国会に提出した。つまり、この通常国会にですね、一応法律を出したんだと。で、そこで、この再生可能エネルギー発電事業の実施に関する内容の事前周知ということですね。これがどうも発電施設の設置のための要件、住民事前周知しなさいというのが盛り込まれたと。 いうことで、政府は、この、やることをやってるんだという、そういうときですよね。えー、まあ、それって十分なのかどうかというのはちょっと別問題なんですが、でも、やってることはやってるよと、政府も努力してますよということですかね。そして次の問いです。太陽光発電施設は建築物等と見なされないので、環境アセスメントの対象になっているのは、出力4万キロワット以上の巨大メガソーラーに限られていると。このためですね、 えーまあ、あの住民が図書の充乱をしたり、住民説明会で事前に国民が計画について知ることなくです、ね、大規模な土地の改変が計画され、実施されているということで、えー、現行の環境アセスメントの基準を変えて、その対象を少なくとも1000キロワット、今 4, 4万キロワットだけど、1000キロワット以上の太陽光発電所は、えー、ちゃんと、えー、住民に説明しなさいということをしてです、ね、住民の意見が反映されるようにしたはどうでしょうかという質問なんです。えー、この答えですが 太陽光発電施設の設置については、なかなかいろんなことが書いてありまして、えー、一定の考え方を踏まえて設定したと、その基準をですね、また制度が適切に運用されてきたと認識していると、まあ、そのな,なのに、なんであんなに釧路湿原の問題が起こるのかなと思いますけどね、でこのため現時点で、えー、ご指摘のような規模要件を少なくとも1000キロワット以上に変更する必要はないと考えているけれども、今後、注視していきたいと。 いうことを言ってます、まあ、注視していきたいのはちゃんと注視してくださいよということなんですがどう注視していくかは出て答えていませんねそして、えー、最後の質問、えー、再生可能エネルギーを進めることで自然環境を破壊してしまうことは本末転倒であると本当そうですよね、えー、太陽光発電施設の開発が無秩序に進められることを抑制するためにです、ね、法的拘束力を伴う立法措置が必要ではないかと。 自然環境の保全と再生可能エネルギーの推進を両立させるためにガイドラインではなくて法的拘束力を持つ具体的方策への移行、これ検討すべきではないかと聞いてみました、で政府からの答えです。この間の先ほど言ったです、ね、今回の通常国会に提出した法案で、住民への説明ということをやっているということで、再生可能エネルギー発電事業の実施に関する内容の事前周知がもうすでに実施されたということを要件とするということを盛り込んでいますと。 <laughs> ということなんで、また同じ答え。とにかくあの、我々の問題意識はですね、冒頭にも言いましたように、再生可能エネルギーは自然環境のためであると、みんな環境のための SDGs だと思ってやってます。ところが日本は狭い国土で、しかも産地が多いわけですね。そういうところに太陽光パネルを敷くということが環境破壊に直結する国なんですね。でそういう国土でもう世界でも最もですね、 太陽光パネルのいわゆる設置が済んだ国と日本は言われるところまで進んでいます。そして現実に熱海でも土砂災害が起こったり、いわゆる防災上の観点から問題になっているだけじゃなくて、太陽光パネルを一旦設置しますと、それがいわゆるこの営利目的での事業者がですね、じゃあもう儲からなくなったと言って撤退した場合に、 そのパネルがそのまま放置されて、それが外毒を撒き散らす。環境を汚す物質として外毒を撒き散らす問題も結構これ指摘されてるんですね。で、しかもですね、この太陽光パネルというのは大体この中国系がやってる場合が多いですね。我々電気料金を支払って FIT といってですね、いわゆる再生可能エネルギーを推進するための財源となる部分が上乗せされてるわけです。で、その上乗せされた部分が 中国の企業の方に流れていく、まあ、いわゆる濡れてに泡の仕組みだと言われているんですね。でこれで本当にいいんだろうか、まあ、外資にどんどん日本のエネルギーを抑えられてしかも環境が破壊され生態系の循環というものが乱されていく。まああのここでも絶滅危惧種の話が取り上げられましたけどね。でこれやっぱり我が国の国土を守るうに自然を守るっていうことを我々はもっともっと考えなきゃいけない。 という問題意識なんです本末転倒なんですね環境のためにと言いながら環境を壊すというのは。で参政党はそういった意味で日本がずっと受け継いできた自然の循環であるとか生態系とかそういうものを大事にしましょうということを 環境政策の中心に据えてますので、そのような観点からこ、この太陽光発電所の設置について、もっと法的構想力を持つ規制をすべきだし、住民の理解もきちっと得なければいけない。これをもっと徹底してほしいという質問収集を出したんですが、まあ、政府はやることをやっているので、検討していきたいということしか出ていませんので、まあ、この問題もですね、いろんな観点から、これから 政府の姿勢を正して、日本の環境を守る方向に、我々この政府を、追い込んでいきたいなと。いうふうに思っています。どうもありがとうございました。自分たちで行う国づくり、参政党の松田学でした。希望の光は必ずある。手と手をつないで。 明日へさともに歩幅合わせて進む。